いらっしゃい、鈴木さん。どうも、お邪魔します。お邪魔だなんて、いつでも歓迎だ。大事なお客さんですから。何か私の顔にゴミでもついてますか？いえ、そういうわけじゃ。失礼しました。ふん。まあ顔のこの傷が嫌でも目に入ってくるでしょう。マスターはいつから横浜にいるんですか？さて、どうだったかな。10年よりはもっと前だったかもしれない。長いこといらっしゃるんですね。ところで変なことを聞くようですが、好物の食べ物で真っ先に思いつくのは？ん？なんだろう、真っ先に思いつく食べ物か。冷麺だったりしませんか？いいですね。確かに好きかもしれないな、冷麺は。昔俺の周りにも冷麺の好きな人がいました。その人は俺にとって兄貴みたいな存在だったんです。雰囲気がマスターによく似ていて、それでもしかしたらと思ったんですが。すいません、くだらねえ話を。お気になさらず。うちの店の中じゃくだらない話こそが主役なんですから。そう言ってもらえると気が楽になります。鈴木さんは随分とご苦労を重ねてきたようですね。私もこの商売は長いもんで、人を見る目はあるつもりです。じゃあ俺はマスターの目からはどういうやつに見えてるんでしょうか？強いがゆえに人に助けを求められない、弱さがあっても人に気づいてもらえない。一言で言えばこんな感じになるかな。なるほど。冗談ですよ。今のはある程度年齢のいった男性には大抵当てはまる。特に見た目がこわもての人は十中八九そうでしょう。それで言ったらマスターもそうですね。へえ。実は私もこの店の前は人に弱みを見せられない業界で長いこと生きていましたから。え？おっと、今のは忘れてください。わかりました。ともかく若い頃は強い自分でいようと気負わなくては生き残れなかった。そういう人生を長く生きてきた。あなたもでしょ、鈴木さん。マスターは今はそうじゃなくなったと。多かれ少なかれ人に助けられています。逆に私でさえ誰かの助けになっていることもあるのかな。そうやってこの町に根を張って暮らしてきた。どこかに自分に居場所があるというのはそういう生き方であると私は思う。羨ましいお考えです。あなたは多くの人間のために戦って守って、そして傷つき失ってきた。そういう人こそ最後には幸せになってもらわないと、私は世の中を不公平と感じてしまう。俺は
幸せには見えませんか。何もかも手に入れて満ち足りることが幸せなら、あなたは幸せではないんだろう。世に出ることを拒否され、愛する者と隔離され、ついには自分の名前を名乗ることも許されてない。しかしあなたのそばには今、助けを求めれば手を差し伸べてくれる仲間がいる。そこに彼らがいるのは、あなたのこれまでの生き様が間違っていなかったからだ。ちょっとどうしたんだろう。あの二人こっち見てるよ。珍しくマスターの口数が多いな。一体何を話しているのやら。人に弱みをさらせとは言わないが、もう少し仲間に頼ってみてはどうでしょう。そのあたりもそろそろ学んでいい頃合いだぜ。おめえもぼちぼちもういい年なんだからよ。やっぱりよく似ていますよ、マスターは。俺が昔兄貴と慕っていた人に。もしいつかあなたがご自分の名前を取り戻す日が来たら、またこの店に来てください。その時はお互い隠し事なしで腹を割って話しましょう。最高にいい酒を用意して待っています。もちろん私のおごりで。この酒も十分うまいっすよ。ごちそうさまでした。話せてよかったです、マスター。これがこの町での私の役割ですから、またいつでもどうぞ。ありがとうございます。じゃあ、この店の名前はサバイバー。我ながらいいネーミングだったな。